ご視聴ありがとうございます。宮城県大崎市岩出山にあります。カッパ明神とも言われる磯田神社です。この神社の由来にはこんな話があります。昔、皇族の藤原秀里の馬屋に正体を隠した虎吉というカッパが仕えていたと言います。主人にも可愛がられていたが、ある日正体がバレてしまい、惜しまれながらも出ていくことになり、たどり着いた岩出山のこの地で多くの小カッパに恵まれたことから、縁結びの神様として祀られるようになったとか、月夜には沼の土手に登って相撲を取ったりする様子がよく見られたということです。縁日に初物きゅうりおかっぱ様、こんなのもありましたね。竜の姿にも見えるような雲が浮かんでました。雪と湖面の氷の感じを見てもらえると分かっていただけると思いますが、カッパがもしいたとしても凍えてしまいますね。狛犬ならぬ駒ヶっぱが守ってくれてます。カッパに会えそうな雰囲気はありますよね。ちょっと離れた場所に鳥居がありましたが、行きも帰りもちゃんと通りました。実はここへ向かってくる途中、不思議な場所に導かれました。カッパ明神の動画と違って雪がほとんどないんですが、同じ日なんですよ撮影は。日の当たり具合でこんなにも変わってくるんです、景色が。来てみて調べてみたら、ここは宮城県栗原市高清水の雲南神社ということです。ご祭神は大和たけるということでした。ここは屋敷跡の神社らしいんですね。でも不思議なのが、ここの誕生年月が不明らしいんです。なんとなく入ってみたんですが、参拝は気持ちよかったですよ。その証拠に来た時は風がなかったんですが、参拝後は心地よい風が吹き続けてくれました。分かってもらえる人だけに分かってもらえたらいいなと思うのが、こちらの木です。何の木か分かりませんが、これに強く惹かれました。太陽が当たっているから輝いて見えるのかもしれませんが、それだけではない気がします。命の輝き、生きている輝き、それが現れている。